こんにちは。H&K チャンネルの K です。今回は、視聴者の方から、こちらをいただきました。はい。これ何かって言いますと、唐辛子を漬けたものになります。私の視聴者の方が、相方さん辛いの好きだよね。よかったら辛いの食べる?というふうに言ってくださったので、ありがとうございます。と言ったら、こちら、いただきました。見てください。結構、ちゃんとしたサイズです。もう少し小さいのかなと思ったんですけど、かなり量入っているので、私の職場の方にも、分けました。みんな一口で辛いと言ってましたが、さて、私の相方は、これを辛いと思うのか、どうか、検証してみましょう。また、これを使って、私の相方が何の料理を作ってくれるのか、ぜひお楽しみください。H&K チャンネル。今回、相方は、チャーハンを作ってくれております。出ました。久しぶりの料理系のネタになりますね。さて、こちらに今回視聴者の方から入れた。間違った。視聴者の方からいただいた、これですね。はい。早速入れていきたいと思います。入れる分量は相方へお任せします。ちなみにまだ、実食してないので、どのくらい辛いかは相方も私もわかりません。スプーン2つ分ですね。さあ、視聴者の方がいただいた相方も好きな辛いもの。これがチャーハンに入ったことで、今回このチャーハンはどんな味になるのか、楽しみですね。では、あとは盛り付けていきます。お味の方はどうでしょうか。2杯は入れすぎかもしれないと。そうです。え、チャーハンめっちゃうまそうじゃないですか。じゃあ早速食べていってみましょう。いただきます。チャーハンうまっ。はい、ということで、相方がちょっと2杯しか無理かもと言った、こちら視聴者さんからいただいたこれですね。じゃあやっぱね、視聴者の方から、そりゃビビってますよ、怖いですよ。でも視聴者の方からいただいた大切なものですよ。やっぱその思いは私ちゃんと受け取ります。ということで皆様、私まだ食べてないんですけども、計量スプーン、こちら使って、はい、いきますよ。食べますよ。はい。うん、うん、じゃあ、うん、あっあっうわー、
あまだはい、ここまで減らしました。美味しいです。あの、あの、皆さん、あの、うん。食べるなら、チャーハンに入れるくらいがちょうどいいです。はい、ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。バイバイ。H&K チャンネル。